にちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、山本さやかちゃんの毎日メイクを紹介したいと思います。でですね、今日はね、私があってもちょっと3人のメイクわかんないので本人呼びたいと思います。すごい、こんな状態でまだちょっとすっぴんに近い状態なんですけど、どうですか、初の女子力動画出演。ちょっともうすでにいただまれないんですけど、いやすごい、私が出てほしかったし、あのリクエストでもサイネー出してほしいっていう声がいっぱいあったし、サイネーの毎日メイク多分すごい気になってる人多いと思う。いやもう大したこと何もしてないんで、本当にまあ参考にはならないと思いますけど、いやでも女子のねファンの方も多いと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。まず一緒に行こうな。それでは今日も行きましょう、サイネーの女子力動画。やばそれでは今日も行きましょう、サイネーの女子力動画スタートです。まあ、ちょっと頑張って、私そこで見守ってるから。ちょっとじゃあ順番に、うん、本当に何でもない日とかにやってるような、うん、オーソドックスな自分を、まずはどうやってやるこう、そうどうやってみるの、こうやってやってケイトのデザイニングアイブロウ 3DEX4 ライトブラウン系、こちらの真ん中のカラーを眉毛には使っております。こちらの筆で、あの私は結構平行眉なので、あんまり山を作らないように描いてます。毛がしっかりあるんで、あんまりあのしっかり描きすぎるとすごい濃くなっちゃうんで、うん、ほどほどにちょっとまず粉で描いてから、全部一色で描くの、まずは、あのそう、自分のね眉毛が導いてくれないと綺麗な形をなかなか作れないので、まずは形を整えてますが、次にケイト 3D アイブロウカラーブラウン1番、ちょっと赤っぽいやつですかね。ブラシが塗りやすいです。この後にまたちょっとね足すんですけど、まあ形整えつつ、またパウダーで、そうなんです、眉毛で本当に表情が変わると思ってるので大事にしてます。眉毛終わった後は大体ノーズシャドウに入ります。同じく先ほどのケイトの一番下の色ですね、こう眉頭の下あたりから、こうこの眉の下の、なるほどね、彫りが深くなるように、そう見えるように、十分濃い顔してるけどな。いやー、幅狭くね見せてキリッとしてる感じで、あでもくっきりした、こんな感じ。シャドウはね、さあね、前使ってるやつを私女子力動画で紹介したんですよ。見ました、こちらですね、ピクセルさんのスキニーリッチシャドウ03番、めっちゃ使いやすいです、ノリも良くて、そうプチプワやのにめちゃくちゃな綺麗よな、ね、また別のブラシでまずはこっちの色を使って、あらそのスポンジはなんです、これは普通にお粉の、あのやっぱ手が当たるとファンデがよれちゃうので、私はなるべくスポンジを当てながら、メイクさんと同じやり方やしてるようにしてます。まんべんなくというか、まあ、はい、ちょっと、はい、全体にのせていきます。わかるかな？で、次に左下の深いブラウンを、主に目尻の方ですかね。こういう感じで。なんで目尻の方だけ？目の横幅を欲しいんですよ。あだから後で言うんですけど、ラインもちょっと目尻の方が長めに引いてたりとかするので、目尻にこういうのを持ってきます。下も同じように入れます。下はラインじゃなくシャドウ派ですの方がパキッてしすぎずに形が大きく見えるかな。こんな感じ。続いて本当に自分の順番なんですけど、まず上げて下地を塗るとこまで抜きます。資生堂さんのビューラーです。一番なんか日本人の目のカーブに合ってるねっていうよね。これも何段階ぐらい、3、4回ですかね、うん、しっかり上げるか。上げます。私は自分のまつげが少なかったり短かったりするので、ちょっとなるべくまつげも綺麗にボリューミーに見せたいので、こちらキャンメイクのイージーリムーブクイッククラッシュカラー、これがカールがキープされてお湯落ちやしな、そうなんですよね、めっちゃいいなと。下からギュギュギュッと、下もね、はい下も乗ります。で一旦ラインに行きます。あらティーアップのブラックです。ブラックはあの髪色に合わせることも多いんですけど、大体髪暗いことが多いのでほとんどブラックで引きます。
ボディアップ引きやすい。一番好きかな。この細さと、あと落ちなさが素敵です。うん、来年のライン気になる。ライン怖い。見られるの。なんかよく言われるんですよ。まずインラインから埋める感じで、中心からさっきも言ったんですけど、目尻に欲しいので、目尻にかけてまずは引いていきます。二重幅がそんなに広くないので、あまり太くならないように、思ってるより細めで、あとはまあ目尻はちょっと長めに。溝あたりまで、こんな感じで。最後は若干、跳ね上げるので、まあ、印象も多分、釣り目の印象だと思うんですけど、私。下の内側だけ。粘膜ってこと？です。へぇ。入れてます。こういう感じで、ここだけ。ここにライン引くことでちょっと大きく見えることで縦幅もできるかなっていう感じです、うん、たまに下のインラインが見えて、あ、縁取りメイク、うん、って言われるんですけど、うん、ではなくてここだけです。で、反対も同じようにしていきます。ラインはこんな感じです。で、このラインを少しぼかしつつ、このちょっと細めのブラシで下2つをまあ混ぜたりとかしながら、目尻あたりですね、上下上下、上も目尻だけ、ほぼほぼ目尻ですね。映像とか見た時にラインがすごいはっきり見えたことに気づいて、自分で、あ、なんかこれなんかちょっと嫌やなって。でもぼかした方がなんかナチュラルにさ、引きしまうよな。そうなんですね。私そっちの方が大きく見えるイメージ。あ、そうなんかな、うん、なんかラインってさ、私の目ですって言ってるみたいな感じ。縁見えてるみたいなもんやもん。そうそうそう、ラインってさ、描いたら大きくなるって思いがちやけど、逆にちっちゃく見えたり。そうなんですよね。そんな感じになります。そしてまつげに戻ります。使うのはメイベリンニューヨークボリュームエクスプレスのお湯落ちの方です、うん、こっちの薄い方の色が太いブラシで、逆にこっちは細いブラシになってるので、下まつげに使ったり、細かく線を作るのに使ったりとかします。じゃあまずこっちを使って、一本一本をはっきりさせるのに上下に使ってます、うん。で、まぁ、ちょっとなんか、もうちょっと欲しいなーってところは、反対の太い方を使って出していったりします。全然違うブラシによって。違います。こっちは本当にしっかり塗れるって感じなんで。うん。カラーキープされるよ、幼稚園は。あ、割とされます。まあ、三年の目や。まあ、あと、目の下に、さっきのシャドウの左上、うんうんうん、白いのを下目頭あたりにこう。アイメイクはこれで終了です。ディオールアディクトリップマキシマイザー。先に、まあ、塗っときます。ゆっくりするんですよね、ちょっと。あと、カプサイシンが入ってるので、うん、色味がね、とからできたりとか。普段、うん、あんまチーク塗らないんですよ、私。そうなの。その分、まあ、リップで顔色を作ることが多いんですけど、うん、使うときは、まあ、こういったのを使ってるんですが、こっちは、キャンメイクのパウダーチークス38番。バーガンディみたいな感じの色かな。ですね。でも結構塗ったら、ピンクに近い。そうなんですよ。で、こっちは、3のチーキーシークブラッシュ4番っていう。すごい。青みピンク。でもこれも塗ると意外にもっと馴染みます。あ、そうなんや。はい。ここまでパキッとせずに程よくなってくれるので、まあ、この辺を使います。淡い方を目の下あたり、帽子、乗せます。バッと。今もうちょっとなんか辛さ欲しいなってなったら、さっきの3のピンクを上から乗せたり。で、こんな感じになります。あとはもうリップですね。リッチズポーチマイリップラブゲージ。もうクレタシュ式なんですけど、私あんまりこのまま使わないですよね。リップブラシ系。はい。ここから取っていただいて、違うから。やっぱリップブラシの方が綺麗につく？つきますね。ムラなく塗れるし、縁とかまで綺麗に塗れるし。これで私の毎日メイクの完成です。で、軽くこだわりとかね、ポイント整理しましょう。うん、自分の目が、もともとちょっと艶が合ってるタイプなので、うん、初めそれ嫌だったんですけど、うん、まあ、それを活かしつつ、うんうん、まあ、アイメイクにラインだったり、シャドウだったりで活かすようにしてます。うん、思ったよりすごいこだわりあって、あー、参考になると思ったんじゃないですか。そうなんや。うん、なんか私も勝手に参考にしちゃった。全然自分が普通やから。でも参考になったと思いますよ。いや、でも嬉しい、私は出てくれて、本当にありがとう。いいえ、もう本当にこの女子力動画があったから。いや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 、
ということでね、今日はちょっと皆さんに聞いていただきたいお話があるんですよ。はい。あ、いいんですか。そうですよ。お借りして。はい。明日ですね。はい。明日10月4日に私のセカンドソロアルバム、アイデンティティが発売になります。すごい。マネキンがいっぱいに。そうなんです。まあ、アイデンティティということで、うん、発売の中からの、まあ、自分という存在をこう、うん、しっかり出していくという、うん、まあ、思いもあるんですけど、全13曲入ってまして7曲、うん、作曲がすごいよあります。なので自分の成分がすごく強いものになったかなと思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。あの概要欄にあのサヤネーのチャンネルと、サヤネーのあのジョーカーっていう表題曲になるかな、はい、っていうこちらのアルバムの表題曲のジョーカーっていう曲のミュージックビデオも貼っておきますので、いろいろ詳細とかはすごい、その概要欄とかからぜひ見ていただけたらなと思います。お願いします。ライブも始まるんだよな。そうなんですね。ツアーがね、 NMB と並行してね。そう、忙しいと思うけど頑張ってください。頑張ります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりと、せやねんこと山本さんやと誰がおるねん誰もおらんもん。誰がおる。というわけであかりんこと吉田あかりと山本さやかでした。バイバイ。One, one, 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 one,